カキュンカゼフラットです。よいしょー、ようこそ幼馴染みの館。ということでですね、スクワット内においての幼馴染み2組に来ていただいております。ということでですね、この幼馴染み2組にはどっちの方が真の幼馴染みかというのを決めていただきます。なるほど。小学校からの付き、小学1年生からの付き合いかな。そう、そんな幼なじみって言う、あれ、じゃあそちらのチーム、また言ってやるやん。お母さんのあそこから出た瞬間から一緒。表現決めるお母さんだって言うんじゃで、しかも小学校も小中同じ団地で、その後俺が引っ越したんだよ。そしたらはるかもついてきてはい、この2組には幼馴染にしかわからないクイズを出すんですけども、はいはい、点数が低い方には罰ゲームをご用意させていただきます。なるほど。出たー。まあ、相手のことを思っていれば答えれるクイズばかり用意してるので、まだ全問正解したら幼馴染罰ゲームその2人が受けてる。確かにそうだよ。ああ、まあいいんだけど、全問正解を前提として用意してるから、むしろ一問も外さないでほしいです。なんか外したら幼馴染って言わないでほしい。それは分かんない。思い出は捨てられない、まあ、そうそう、点数じゃね、消えないから、消えないから。脳は違うじゃん、脳の作りは違うじゃん、記憶の手違いっていうのはあるから。ちょっと待って、説明させてあげて。脳は違うでしょ。だからごめん、こいつ幼馴染ごめん、マジごめん。早速、はい、幼馴染クイズやっていきましょう。はい、それではいきましょう。せーの、あーちゃー。スカット2人の回答が一緒だったらクリア。オッケーオッケー。ヒントが一緒だったら、そうそうそう。第1問、はい、2人の思い出の公演は、頼む、勝たんだ勝たんだ、公演って正式名称じゃなくてもいいよ、そう呼んでたっていう公演でもいいし、ただ同じ公演の認識でも表現が違かったら罰とします。俺らから行こうか。ああ、いや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 、太田はるかチームから思い出の公演お願いします。せーの、はい、工藤の辻。うわ、裏子。なあ、俺も工藤の辻って書こうとしてたんだけど、工藤の辻の中でも公演が何個かあって、公演から公演を移るときに、うん、裏子行こうぜ。あー、言うな。そう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 、大体の場所は合ってるけど、そうっていうことだよね。そうそうそう。残念。いや、正解だろ。でもこれヤンキーの公演でしょ。工藤の辻、工藤の辻、裏子。さ、上っ面の関係みたいな、ギュって名前一致しなきゃ意味ないじゃん。そう、意味ない。そう、お互いに認識が違うってことで、そうそうそう、幼馴染ではありません。はい、残念。じゃあ逆に正解できるんですか。できますよ、当たり前だよね。ここしかないんだ。そう。じゃあそれでは、カズケンゴチームの回答お願いします。せーの、藤見公園。藤見公園。よっしゃー。もうここでしか遊んでなかったというか、遊ぶ場所少なくて羨ましいな。いや、お前らもこの中のここにいた。いや、俺らもめっちゃいい公園とか。そうそうそう、BS もあったし、入ってねえじゃねえ。ということで、カズケンゴチーム1ポイント。まあ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 、続いてのポイント、カズとコウタの初恋の人の名前をお書きください。つまりカズとコウタ自身は自分の正解を書く、ケンゴはカズの初恋の人、ハルカはコウタの初恋の人の名前をお書きください。いる、俺わかる、わかるんだけど名前出てくる、なんだっけ。俺もさ、その小学校の時にさ、感情があんまわかんないじゃん。うん、そうなんだよね。でもその初恋なのかわかんないんだけど、でもそう思った時点で恋だよ。ごくっちゃそうせや。コウタハルカから行こうかな。行きますか。ハルカだけ、はい、とりあえず回答の方、せーの、はい、ナホちゃん。ナホちゃん、ナホちゃん。それではコウタさん、初恋の相手回答をお願いします。せーの、ナホちゃん。この子がめちゃめちゃコウタのこと好き。そう、ハルカと回らずめっちゃするから、ずっと追いかけ回さるから、だからナホちゃん覚えてる。走りながら告白されてるみたいな。そう、あ、そんな告白されてる。あ、好きだよ、お前。そんな時間になってる記憶ある。これは本当にリアルと。ごめんごめん、ナホちゃん、希少。怖なホちゃん。じゃあまあ、ということで次、ケンゴカズチームの回答になりますが、ケンゴから回答をお願いします。はい、この子、俺らと同じ小学校じゃなかったの。レルちゃん。
おお。めっちゃ。めっちゃ初めて聞いた。小学校俺らは6年生ぐらい毎週火曜日久米川にある団地で追いかけっこしてたっていう。したらカズがこの子を好きになった。また走ってんのね。また走ってます。鬼ごっこしながら好きって言ってた。なるほどね。じゃあカズさん初恋の相手発表お願いします。ケンゴも一緒の子が好きだった。それが花ちゃん。ねえ、知らない。小学校2年生の時にケンゴと俺が好きな子っていうか、それでお互い貶め合ってて、俺が靴履いてこうやってしゃがんだだけでケンゴが「ねえクルちゃん今カズがパンツ覗いてる」って貶めれんだよ。いや、これにも一つあって、こいつがコシコシで俺の声に「カズちゃんのパンツ見た」俺が「カズちゃんこいつパンツ見てた」って。待てなさ、それ昨日のエピソードじゃない。違う、小学校2年生。ケンゴから聞いたらどう？もう正解。小学校だ。もう小学校2年生だった。俺は小学校の時にね、あのハガキっていうのあったじゃん。ハガキを出せる学校内で、ね、学校内でハガキだった。ああ、なんかあったもん。お互いそのハガキでそのカナちゃんに告白したの。カズの俺見たんだけど、カズの告白の仕方が、俺カナちゃんのことがスッスッで終わったんだって。ということで、カズケンゴチーム失敗。はい、ということで、はるかこうたチームは1ポイントです。はい、続いての問題です。はい、ケンゴとはるかの恥ずかしいエピソードをお書きください。うわーむずい。こっちだったらいけたな。はるかこうたは分かったようです。恥ずかしいエピソード、ミスったらただ単に恥ずかしいエピソードだからはるか的には1させて恥ずかしいエピソード1つとか言ってた。そうですね、間違えたら2つ出るから。そういうことになっちゃうわけですね。まあ、それではカズから、はい、ケンゴの恥ずかしいエピソードの回答お願いします。簡単にギュッとまとめた感じになるんですよ。こちらです。部活終わりの着替えでジョバスの顧問の先生にチンコを見られた。あー、有名だね。まあ、見られたというか見せたに近いということ。ケンゴがバーンって出して、後ろ見た瞬間にジョバスの顧問がいて、お前の顔二度と見たくないって言われた。記憶正しければフルボッキじゃなかったっけ。じゃあケンゴが言うのが正解だから。あ、ケンゴさん回答お願いします。フルボッキ高木先生に見られました。マジかよ。めっちゃ自分でしごいてるから。このバーこれだよってバーブロガーってなって俺の目線の先にジョバスのコンボがいた。これ待ってんだってお前の顔ずっと見たくない。この人事がキュン。続きまして、コウタから回答お願いします。はい、やっぱ小学校の時って女の子と付き合ってるとレアってから、なんかすごいじゃないですか。まあ、その時のエピソードなんですけど、あの、葵ちゃんと付き合ってる時、ちょっと学校内行きって歩いてた。やったー。コウタ、これもしかしたら、はるかは無自覚かもしれない。そうだ、葵ちゃん歩いてたって。あの、小学校までは、俺自分がトップだったんだよ。ずっと。大いきりかもしれない。それだけじゃないんじゃない。自分が最強だと思ってたから、付き合ってるし、何もあるし、何もあるし、で、おねえ。ダッサー。まあ、はるかの恥ずかしいエピソード、正解発表お願いします。お母さんと一緒じゃないと学校に行けなかった。そうだね。そうだ、違うんだ。あの最強のはるかが矛盾してるね、これね。通り道で保育園あったら学校行きたくなさすぎて、お母さんの職場の前にずっと待機。あ、ちょっと保育園のね、お母さん。それでも低学年の時は、いや、5年生ぐらいまでやってたんでも学校来たらこれなんだ。なんだ。まあ、ということで一致ならず。でも俺が一番好きなはるかの話はあれなんだけど、宇宙人が攻めてくるから気をつけろっていうセオリーを。それもあーあやった。本当に危ないと。本当にお前らを助けようとしてる。優しいからインスタの親しい友達だけで宇宙人が攻めてくる。気をつけろみんな、みんな気をつけろ。俺のことをバカにするのはいいけど、自分の身を守るのは自分だからな。
なんかあったら聞きに来いよって言って唯一聞いたのがさっちゃんです。まあということで現在得点カズケンゴチームが2点、はい、コウタハルカチームが1点、はい、迎える最終問題です。おお、最終問題の得点120点です。おい。まあ、ということで最後はハッピーにいきましょうか、はい、最終問題、はい、参ります。2人の一番楽しかった思い出をお答えください。うわー、楽しかった思い出か。いやもうこれはか、もう余裕だ。なんならもう余裕、もう余裕、もう俺らと言ったらこれだ、これよ。じゃあまずは太田はるかチームから一斉に回答お願いします。せーの、はい。なんで全然違う、全然違う。自信満々にさ、俺らすげえいいからこれしかないんだよ。いやマジで絶対こっち、絶対こっち、こっちな。絶対成功するからこっちから回答ねみたいな感じで言ってたんだけど、この時点でカズケンゴチーム勝利。あから中3ぐらいの時に俺ら部活とか終わったらほぼ毎日のようにダイエーのゲーセン、もしくは休みはわざわざイオンまで30分ぐらいチャリこいで2人でゲーセン行ってたよ。それではカズケンゴチーム一斉に回答お願いします。せーの、毎年の誕生パーティー、後輩のケツの穴で大爆笑。失敗。まあまあ、そのカズノは言わせ込むのわかる。だって剣道の回答ない。後輩の結論なんて大爆笑。何それ、意味がわかる。まあということで幼馴染クイズ終了です。はい、勝者剣道カズチーム。一応コウタはるかチーム、これからもさ幼馴染っていうのは2人で言ってくわけじゃん。もっと仲良くなってもらおうってことで、お互いのインスタでお互いの好きなこと10個言いましょう。おぉ、待って、すいません、まあまあ、はい、言うだけだったらやっぱ適当に口だけみたいにできるんですけど、最後なんか画面にチュッチュッ出さなくていいんだよ。出さなくていいんだよ。なんでしょうか、こうさ言ってるもん。なんでお前も乗り切らない。まあじゃあしょうがないね。じゃあ最後はまあエンディング後はコウタとハルカチームで締めましょう。ということで、まあエンディング後にも特典映像付きでございますけども、まあ一旦こちらで以上、幼馴染クイズでした。バイバーイ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。TikTok、インスタもやってるよ。もう余計なこと言いやがって。じゃあそれでは、幼馴染のキスまで3、2、1、どうぞ。ふぅー、なんでだ、なんでいけるお前ら。キモ、幼馴染ってキモいな。かわいそういないんだね。かわいそういないんだね。かわいそうだね。だいぶ気づいていないんだ。じゃあ次回ヤジとサッチャンでやろう。ヤジとサッチャンね。ヤジ選んで、注射した人、注射した人選んで。じゃあカズ。全然いい、幼馴染クイズ出たかったです。全然いい、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 全然いい。最後キスするっていう機会くれたから。全然いい、全然いい、全然いい。よっしゃ、ありがとう、こんな機会くれて。じゃあ行ってきます。うわあ、バイバイ。なんで笑顔なの。